こんにちは、ダイスです。私の今の髪の毛は長さここまで来ました。これ3年間ぐらい伸ばしてこの長さまで長くしたんですが、なんでかっていうとヘアドネーションをするために伸ばしてました。今日は初めてのヘアドネーションをしてこようと思います。ということでバッサリ切ります。緊張してる、うん、緊張してるヘアドネーションって聞いたこともある方もいるんじゃないかと思うんですけど、髪を寄付することです。他の YouTuber さんがやってる人も結構いると思うんだけど、うん、そうですね、大志さんもはいやってみるって言って3年、そうですね、3年ぐらい伸ばしました。はい、もともとちょっと長めだったんですけど、それだと長さが足りなくて伸ばしたんですよね。ヘアドネーションで寄付された髪の毛は医療用のウィッグになります。18歳未満の脱毛症とか、あとは病気で髪の毛に悩みを持ってる人のもとに届くっていう感じです。役に立つと嬉しいですはい。で、私カラーとかもしてるし、長く伸ばしてたのでちょっとダメージも多いんですけど、こうやって軽く引っ張って切れなければ、どんな髪の毛でも寄付できるそうです。ただ長さだけ31センチ以上っていうのが決まっていて、こう切った時からの31センチ以上取れるようにっていうのが決まってるので伸ばしました。でしそうなんですよねぎこちないね、ぎこちない。まあ行きますか。はいはい、もうバッサリ行くのですごい緊張しますねまあ行きましょう。はい、行ってきます。お店に着きました。え、今日お願いしたのは柴田市にあるラフ&ソウルさんで、これもヘアドネーションのカタログだそうです。ちょっとね、今見せてもらいました。で、これから切るんですけど、まずは最初に髪を束ねて切って、で、カラーもお願いしたのでカラーしてから整えるっていう感じになるそうです。で、髪の長さは足りるそうです。よかったです。よろしくお願いします。お願いします。はい、測ってもらいます。そうです、いけます。35 35ぐらい、うん、35。ここでここで、うん、あ、いっぱいある。長かったです、うん、よかった。うんうんうん、そうですね、バッサリなので、ね、はい、できるだけ、はい、お願いします。はい、皆さん何センチぐらいの方が多いんですか？30センチギリギリとか、うん、うん、ねえ、ねえ、本当はもうちょっとって思ったんですけど、我慢できなくなってしまって、うん、ねえ、40センチクラスが少ないみたいで、不足、うん、もうちょっとだったんだなぁ。ねぇ、そう、え、この辺あと、うん、40センチあるんじゃないかな。へぇ、一番長いとこだったらいけますか？35 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 35
ったー、目指しだったので嬉しい。すごっ、はい、全部やってもらいました。こんな感じです。これで束を切る感じですね。すごいな、うん、すごいです ね、 ね、こんなこうなるってことですね、うん、そうなるってこと、緊張する。はい、はい、ですね、こんな感じです、うん、これが何本持って切ってもらって送る感じです、うん、もう自分の髪の毛こっち触ったことないから、ね、びっくりする。すごい、よいしょ、あー、すごい、
こんなんついてたんですね。ねえ、徐々に頭が軽くなっていきます。うん、すごい、断面がちょっと気持ちいい。はい、これはね、後で送ります。すごい、すごい、はい、ありがとうございます。おー、パッツン、パッツン、パッツンになりました。今、はい、ちょっとスタイルを作っていって、はい、ここからスタイル、はい、作ってもらいます。はい、もうない、今までこうあったやつがないとあれですね。新鮮な感じです。やっぱり短いの見慣れないですね。ね、そう、見慣れないです、なんかもう別人のような。あ、多分後ろ髪多いと思います。多いですね。そのまま行けなかったんですよね。そのまま行ってたのが多いです。本当だ、うんうんうん、今日からシャンプーが楽ですね。楽、こうだったんで、本当だ。もう乾かすのもあ楽ですね。短くなりました。でもすごい楽です。軽い、髪の毛がなくて軽いです。これからカラーとかあと仕上げやってもらいます。証明書もらえたりとかいろいろあるんですけど、詳しくはホームページに書いてあるので、この概要のリンクからやってみたいなっていう方はチェックしてみてください。じゃあ早速ね、送りに行こうと思います。はい、帰ってきました。すごい、家を出た時と髪型が違います。切るまではすごく緊張してたんですけど、切ってしまったら、あ、ここまで伸びてたんだなっていうので、結構ね、いろいろ思い出しますね。今回切ってもらった時に長さをこう測っていただいたんですけど、私の場合は一番長いところで40センチちょっとあったみたいです。はい、31センチ以上でヘアドネーションを参加することができるので、もしね、今後髪の毛伸びてるから切ってみようかなっていう際に、ヘアドネーションっていうのがそういえばあるなっていうのを思い出していただけたら嬉しいなと思います。はい、今までの長さになるまでは多分3年とかそれぐらいかかると思うんですけど、また伸ばそうかなって今のところは思ってる感じです。はい、まあね、いつか切るものだし、切ったらもう捨ててしまうものになるので、今回伸ばして初めてだったんですけど、ヘアドネーションっていう寄付に参加できてよかったです。はい、私が今回、寄付させていただいたジャーダックさんのホームページは概要欄にありますので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。送り方とか、あとはこういう髪の毛
でも大丈夫っていうのをいろいろ書いてあるところなんですけど、ブリーチしてても大丈夫だし、パーマしててもカラーしてても大丈夫です。でただこう髪をこう引っ張った時に簡単に切れちゃうとちょっとダメだね、ダメージが多すぎるからっていうことにはなっちゃうんですけど、ほとんどの人はできる髪質だと思うので、伸びてるから今後しようかなっていう方はね、そちらを見ていただけたらすごく嬉しいです。はい、よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you.